サウスポイントの岬岬の西側で、岩海岸から海に飛び込み、鉄製橋語で、再び海岸へ戻ることもできる。サウスポイントは、ハワイ語で、カラエとも呼ばれ、アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島の最南端の、岬で、またアメリカ合衆国五十州の最南端でもある。周りは大きな、岩海岸で、風も強い。カラエは、ハワイで最も早く、 入りが済んだ地域の一つつであり、この島で最も長い考古学的記録がある。ハワイ諸島の中で、ハワイ島は、タヒチ島に最も近いため、ポリネシア人が最初に上陸した場所であり、カライが最初の上陸地点だったと一般に考えられていて、ヘイアウト、釣りの社の遺跡がここにある。なお、ハワイ島の最北端は近くに、 ウポル空港があるウッポル岬で、最東端はクムカヒ岬で、最西端は近くに粉国際空港があるケアホレ岬である。岬には灯台があり、近くに大型の風力発電施設、スウェーデン宇宙公社のサウスポイントサテライトステーションなどもある。サウスポイントへ行く道路の途中で左へ曲がって達する海岸には砂浜が緑色の グリーンサンドビーチがある。ハワイ島の修道11号線の途中のアイオヒヌの村の少し西で、サウスポイントロードを南へ12マイル下ったところにある。この道路は以前未舗装であったが、現在は完全舗装されていて、上下に車線への改装が進んでいる。ハワイ島サウスポイント、サウスポイントコンプレックス1987年からの カマオナ急風力発電所は取り壊されて、2007年からの、タキニ。ヌイ新風力発電所が稼働中、トーヒリーパワー LLCS、タキニヌイウィンドファーム、ハットサウスポイントサテライトステーション、ハットサウスポイントへ行こう。ハワイ島。ありがとうございます。